メンバーを代表して4人が GP に登場。ゆうきの皆さん、一人ずつ自己紹介をお願いします。はい、本当に暑いです。汗がいっぱい出ます。ゆうきのリーダー、しゅんです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、皆さんの心のナンバーワン、貴族です。はい、皆さん、ゆうきの聖子どもです。よろしくお願いします。皆さん、僕はユーケースのイケメンレポ依頼です。本日あれですよ、新作が出たんですよね。はい、新しいセカンドアルバムインサイドオブミーです。もう今回こちらの新作アルバムインサイドオブミーを記念しまして、企画を準備しています。はい、はい、そんなも徹底解剖インサイドユーキー迫ります。最初のインサイドオブユーキスはこちら。どのアニメが一番好きですか？僕はワンピース大好きです。出たワンピース。ワンピース見る時、1回3回ぐらい泣きました。やばい、3回だけ？やばい、3回だけです。多分毎日泣く。それぞれお気に入りのキャラクターがあるようですが、ハードケルタサクラピカチュウ。そんな日本のアニメ大好きなメンバーにここで、いや、ゆうきしの皆さんが大のアニメ好きってことはもう本当によくわかりました。でもそんな皆さんだったらアニメのキャラクターの顔もバッチリ描けますよね。アニメキャラ似顔絵対決。日本のアニメキャラの似顔絵をメンバーそれぞれのイメージで描き、一番うまく描けた人が勝利。テーマはゆうきしメンバーも大好きなドラゴンボールの孫悟空です。絵は得意ですか？いやです。あらあらあら、ちょっとせーの、お願いします。あらあら、そして一人出してくれたぐらいに。メンバーが描いた似顔絵はこちら。皆さん、なかなかの出来です。でも結構上手。孫悟は髪の毛とこの目、そうそう、目がポイントです。どうさ、これは見ない方がいいと思います。そうですね、期待しない。それはお願いします、ぜひ。自分ですか？アニメは自分に描くのは簡単なんで。いや、でも上手ですよ。本当に本気で。嘘ダメですよ。すひょさん、豪華商品こちら、今週もプレゼントしたいと思います。の名物なんですよ。好きです、綺麗ですね。続いてはこちら、デレン。福岡で食べたいものというふうに聞いたところ、もつ鍋、水炊き、ラーメンということでいただきました。ラーメン好きなんですか、皆さん？ラーメン大好きです。ということで、一行は川端商店街にあるお店、井戸端へ。さあ、では皆さんの前に博多名物を用意しました。
Deep inside of Yuki。ボックストーク、それぞれカードを引いて質問に答えていただきます。はい、日本での共同生活は、共同生活は本当に楽しいですね。なんか夜はなんか本当に眠い時なんかメンバーが本当にうるさい。だから一番うるさいです。あなたは意外メンバーのここはちょっと嫌だなとかなんかあります？僕はあります。そうですか。スーさんとイライさんと、あ、はい。ちょっとあ部屋が汚い。はい。もともとは3人が1部屋だったんですけど、この2人方が全然掃除をしてる。アイドルのイメージをするとDeep inside of me kiss。 読めないじゃん。漢字は難しい。頑張りました。はい、ということで、好きな女性のタイプは、好きな女性のタイプ、僕は、腕の中で収まる女性が大好きです。なんかセクシーな意見。最後はイライさんに質問です。特技は不要不要特技は新人さん大爆笑驚きの特技とは。動物モノマネが特技なんですが、全部できます。うそモノマネ、何でも、はい、何でもできます。すごいやってこないんだよ。じゃあ、私、皆さんぜひユキのことを愛してください。以上、ユキでした。